アンキロサウルスを折ります。まずこちらを三角に折ります。開きます。三角に折ります。開けます。じゃあ中心に向かって三角に折ります。こちらとこちらを合わせてもう一度折ります。じゃあもう一度折ります。反対側も同じように折ります。広げます。こちら側にも折ります。こちらを開きます。真ん中から3本目で、あと2本目で段折りして、に合わせます。こちらの角を中心に合わせます。反対側も同じように折ります。角と角で内側に折ります。じゃあ1本目で反対側に折ります。こちらの角中心から1個目で折ります。こちらを1本目で戻します。こちらがまっすぐになるように中に入れます。こちらとこちらで角を尖らせて上に向けて折ります。こちらを折り目で折って角を中に入れ、こちら三角の部分を中に入れます。
反対側も折ります。こちらの角も斜め、上に向けて折ります。こちらを後ろに向けます。このようにまっすぐにします。こちらの部分をこのように折ります。こちらを前に向けて、こちらの部分を四角く潰します。こちらを軽く広げます。こちらの角で軽く上に向けます。こちらで完成です。